ビクラント、ビクラントは、インド海軍の航空母艦。現在インド海軍が推進しているアズ計画の一番艦で、インド初の国産空母である。ストバー空母であり、同級2隻を含めた計算隻の建造が予定されている。艦名のビクラントとは、仙台と同じくヒンディー語で、勇敢な強いの意味である。艦のモットーも仙台から継承している。 もともと、仙台ビクラントの後継艦として推進されていたが、1990年頃に予算不足で立ち消えになった国産空母建造計画がベースである。建造計画が白紙になった後、仙台ビクラントが退役し、インドの保有空母がビラート一隻のみとなったことによる洋上航空兵力の低下を受け、建造計画を見直した上で、あず、 エアーディフェンスシップ、防空間計画として復活し、IAC-1、インディジェナスエアクラフトキャリア1、国産空母1号の計画名で建造されることとなった。当初は満載排水量1万7000トン程度の軽空母を建造する計画だったが、度重なる計画見直しにより、最終的には満載排水量3万7500トン、4万トン節あり、の、 通常動力型としては、比較的大型の空母に拡大した。また、当初、関西機には、ハリアー E を想定していたが、後に、ミーグ -29K を搭載するストバー方式の空母に設計が変更された。これは、インド海軍のストブル機運用経験や、ビクラマーディティアの導入経緯が影響していると、言われている。2005年4月11日から高知の造船所で、 材料の切り出しが始まった。2008年に流骨を据え付けて、正式に寄港する予定であったが、この時点で遅れ始め、2009年2月28日に、寄港式が開催された。寄港後は、2010年浸水、2012年収益を予定していたが、造船所のインフラが不十分なことや、ロシア製の鉱材の製作遅延による、国産品への代替と生産内の用意、 品質のばらつき、さらに原則ギアボックスをはじめとする各種搭載機器の不調などにより、建造計画の大幅な遅延が発生している。2012年6月には他の船の建造のためドックを開ける必要があり、建造途中でドックより引き出された。2013年8月12日に浸水式が行われた。しかし、この時点では、 飛行乾板などの環状構造物は愚か船体工備も未完成であったため、隣の整備用ドックに移されて建造が進められ、2015年6月10日に改めてドックアウトした。以降、偽装作業が進められているが、当初326億1、レーレレレレレルピーだった建造費が2015年半ばに6倍の1、934億1。 レ0レ,レレレレレレルピーにまで高騰している。2014年には2019年の収益に延長され、2016年11月の会計検査員の見解では完成に2023年まで伸びる可能性が指摘されている。ビクラントの設計はイタリアのフィンカンティエリ社の協力のもと行われた。同社はイタリア海軍のカブールやイギリス海軍が建造中の クイーン・エリザベス級航空母艦の設計を持っており、これらの航空母艦に似たデザインとなっている。初期は LM2500 ガスタービンエンジンを4機搭載する。なお、LM2500 はインドでライセンス生産されたものを搭載する。2007年10月時点におけるビクラントの完成予想図によると、船体左後方から右前方に向けて伸びる。 発艦用のレーンと、船体中央後方から、左前方へ伸びるアレスティングワイヤーを備えた、着用のアングルドデッキが、X 字型に交差しており、他国の空母とは異なる、珍しいレイアウトを採用している。インド海軍が、なぜこのようなレイアウトを採用したのか不明だが、ビクラマーディティアでも、同じ配置を採用している。発艦用のレーンと着艦用のレーンが交差する場合、 発艦と着艦を同時に行うことが困難になり、非常にタイトな航空管制が必要になるのでは、いかと懸念されている。なお、ロシア海軍と同様のヘリコプター発着スポットの塗装を6箇所に塗装している。また、艦首部分には、傾斜角14度のスキージャンプ看板があり、エレベーターは、右げの環境前後に一気ずつ装備されている。しかし、第四世代機の中では、 中型のミグ -29K がさらに主翼を折りたたんだ方に合わせてあるため横幅が狭く搭載機の大型化に対応できない可能性が指摘されている。関西機はミグ -29K 艦上戦闘機20機とカマイナス 28Q 関西ヘリコプター10機を搭載する。固定翼機はミグ -29K に加え国産のテジャス MK。 一の関西型が予定されていたが、同期は開発遅延と重量課題で2016年末に不採用となったため、ミグ -29K と複座型のミグ -29 株のみが搭載される。インド海軍のミグ -29K 株は電子機器に西側系の機器を搭載予定だったが、ロシアのクリミア侵攻に伴い、ロシアへの輸出禁止措置が取られたため、 インドが部品と機体を輸入して、ロシア人技術者がインド国内で機器を設置するという設置案が取られている。この結果、機器が機能するかどうかが不透明となった上に、ミグ -29K の性能そのもの、特にエンジンとフライバイワイヤーにもインド海軍が不満を持っているという情報がある。ヘリコプターは、 カマイナス三十一早期警戒ヘリコプターやカマイナス二十八対戦昇戒ヘリコプター、カマイナス二十八の後継として二千十四年に輸入された s 七0 b 対戦昇戒ヘリコプター、さらに旧式の MK-42 シーキングを搭載する。なお、インド国産のドゥルーブも対戦昇戒系を開発中だが、ローター折りたたみ機構の不備や作戦能力の低さから、 インド海軍は採用していない。対空レーダーには、カブールにも搭載されているランマイナス40、エリフェイズドアレレーレーダーが予定されているほか、環境に、イスラエル製の L、M-2248MF スター、多機能レーダーの搭載が予定されている。搭載システム、搭載兵器に関しては2014年現在においても、あまり明らかにはなっていない。水時に公表された、 完成予想 CG では、バラク・タンサムの VLS-16 セル2機に加え 76mm 炭素砲2機のしており、イタリア海軍と同様のダルドシステムを CIWS に用いると予想されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。